大丈夫なの、難関ドライバーとして大丈夫なの、そのポーズ。今のは大丈夫なの、その股間を押さえる。裸足チャンプ同士でと。ちょいちょい審査員が、ね、今の FD いいねとか言おったけ。もう吹きすぎとったんですよね。いいは。あ、そう。もうタイヤなくなったんですよ。あ？乾燥具合でみたいな感じでね。お、三三三三三三が。お、三三。おっと、ワンスタイルが。あら、ワンスタイル。ワンスタイルが
ノンスタイルになった。メイクされてしまったね。いや、惜しかった。でも、こう、でも、英字2はすごかったからな。ほんまね。そうですね。あの、いなくなったワンスタイルいじる。残ってる人じゃないけど。今、働き人結構切ないです。そうですね。さあ、それでは、ゼッケン22番、梅田康信。なんかちょっと仕事抜け出してきたみたいな感じで、ね、そうですよね。ちなみに竹谷さん、はいはい、あの昨日飯食いにこ、行った後、はい、帰りに車がエンジンがかからないって言ってた。あ、彼やん。こいつです。燃料ポンプ壊れてた頃やんね。燃料壊れたの、張本人。そうですよね、はい、みんなのあの睡眠をちょっと妨げた彼ですよね。そうですね、その辺についても一言。そうですね。じゃあその責任どう取りますか。はい、勝ってちょっと皆さんにお詫びしたいと思います。おいただきます。さすが作業着って感じですよね。なんかこれなんかええ仕事しそうですよね。なんかね、嫁さんにあゆみっていう嫁がいるんですけど、はいはいはい、あゆみに一言いただいていいですか。はい、どうぞ。あゆみさん来てるんですか今日は。来てますよ。あゆみさん、あそこいます。あゆみさん、あゆみさん、はいはいはい。なんなん、スイッチこういうキャラやったっけ。なんかこういうキャラだったこういう流れやったっけ。はい、じゃああゆみさんにどうぞ一言。あゆみ頑張るよ。もう俺彼女もなんなん、なんか腹なんか腹立ってきたな。さあ行きます。ゼッケン24番90からやってきました、高田恭介。まあね、やっと来ました京介、ここまで来ましたよ、ハイテンション。じゃあどうでしょう、意気込みを聞いていただきましょう。どうですか今日はハイテンション。ハイテンションですね。ハイテンションね。聞き方がずっとね。今日はハイテンション。じゃあね、先ほどのね、誰、ケンシロウちゃんは誰だっけ。ケンタロウ。ケンタロウのように、はい、彼女もいますね。まあ、高田君の彼女ね、はい、かわいいあゆみちゃん。こちらもあゆみちゃんなんですよ。あゆみちゃん、あゆみちゃん、はい、じゃああゆみちゃん、あゆみちゃんどこかな。あゆみちゃん、あった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 。じゃああゆみちゃんに一言。うみちゃんの方の嫁さんのあゆみちゃんに向かってやってみたら、うん、間違えたみたいな。じゃあ、じゃあ、あゆみちゃんに向かって。あゆみちゃんもそろそろな、もうあれや、もう優勝したら結婚でもいいんじゃないかなと思うんやけど。完全に始まったね、またね。じゃあ京介、優勝したらプロポーズしようか。勝手に。あ、優勝したら考えます。おおー、来たー。あゆみちゃん OK、 あゆみちゃん OK。 おおー、ちょっと三角っぽかったわ。今のタイムね。なんかこれタイム刺さらないように頑張ります。急に元気になる。意外に声が。さあ行きます。さあそれでは富士、ゼッケン28番藤本秀吉。いいね、ここが地味。じゃあね、藤本君にはね、裸足のゼロで戦った、九州の上尾さんに一言。上尾さんにプロポーズ。勝弘に向けていきたい。ケンタロウ、ケンタロウじゃない。じゃあ、あっちの上尾さん。じゃあどうですか藤本君、なんとか頑張ってきましたねここまで。落ち着いて、して優勝したいと思います。来ましたね。守ります。守る。いやでも頑張っていただきましょうね。はい、はい、頑張ってください。さあそれではゼッケン29番ルイベートシキ。さあやらかさないようにしますということですけどね、なんかやらかした感はあんまないんですけど、どうですか。どうルイベマン今日は。どういうこと。それはあの自分の走りが、それとも何、メンタル的に、なんかちょっと思った走りができてない。おお、まだ僕は 100% 見せてませんよ。出せてない。そうですね。俺はこんなもんじゃないぞと、ね、そうですね。前向きに捉えましょう。前向きましょうね。さあそれではゼッケン33番川崎のサトシ。33歳で33番。あ、残っちゃった。残っちゃった。33番で33歳で R33 で、嫁さんの名前がサンサンとかなんかちゃうんですか。ミハです。あ、ミハ。あ、マジじゃん。サンサンすごい。え、
え、なんてなんて、嫁さんの名前がミサで、サンサミサ、あら、すごい、すげえやね、これ、ちょっと気持ち悪い、ね、ちょっとね、僕だけですか、今、鳥肌だった。いや、僕も来ましたね。で、そのミサさんは来てるんですか、今日は。子供を連れて今実家に。実家ですね。悲しい感じもしかして。ちょっと落としてくれたから良かったよね。でもね。じゃあね、その実家でね、まあ頑張って待ってる。まあ、ミサさんにね。ちょっと待って、うん。実家に帰ってますじゃないんでしょ。実家に帰られてます。実家で待ってるだけでしょ。悲しい感じじゃないですか。悲しい感じですよ。ぶつかったら修理代ちょうだい。まあ届かないですけどね、それ。それ多分無理でしょう、はい。頑張ってください。さあ、それでは AGS の皆さん、そちらの方でね、AG1 で見てたでしょ。はい。AKB、AKB、AKB ね。はい、いきますよ。はい、後ろでエンジンを。はい。福が TV。ねえ。はい、こっち向いてくださいよ、ちゃんと。はい、こっち向いてくださいよ。はい、エンジンくんで。はい、エイジスイの方、もう、分かっておいてくださいね、エイジスイの方ね。さあ、藤本くん、ちょっとこっち向きでお願いしますね。こっちを開けて、エンジンくんでください。はい。ごめんなさい、こっち側に、秋田さん、こっち側に写真が撮れるようにお願いします。ああ、そうそうそう。はい。はい、そうですね。いちいち棒を使わない、それを。はい、じゃあ手を出していただきまして、まず屈伸運動の練習からします。せーの、よいしょ、よいしょ。はい、次ジャンプいきます。せーの、ジャンプ。はい、OK です。はい、行きまーす。さあ、それでは手をさせていただきまして、ここまでね、頑張ってきたんでね、正々堂々と行きましょう。さあ、手を出していただきまして、どうぞ。頑張ったのに恥ずかしめを受けるというね。さあ、AKB で下に沈んで、ジャンプでもう、それ高く。ね、飛び上がってください。さあ、それでは AG2 の健闘をたたえて AKB5、 ほらね、 AG2 をさあ、それではね、いよいよですね、やっぱり AG2 ちょっとジャンプ力なかったでしょ。だいぶ年上が出てきましたね。ちょっとね、やっぱ中間管理職やから揃わへんのよ。中間管理職、いや、それっぽいのは彼しかいないですよ。中間22番しかいないですよ。中間管理職世代やから、こうなんていうかな、やっぱちょっと揃わないのよね、こうね、うん、中間管理職にしてはちょっと分かりがいいやね。いや、でもここでも京介の歩みプロポーズがね、かかってますんでね。気持ちいいじゃない、俺たち。みんなによく言われる。いいねー。そんなことないけどね、勝手になんかね。ヌイベさんはどうも聞かんかったけど、ヌイベさんはどうなんですか。ヌイベさんは。あ、ヌイベ。聞こうと思ったら竹さんが次いちゃいました。言っちゃったね、ごめんね。ねまあまあまあ、多分彼は結構やらかすタイプなんで、結構決勝は来てくれると思います。あ、来てくれますね。はい、いいと思います。クラッシュでもなく事故でもなく衝突があるんですよね、そしたらね。なるほどですさあ、それでは祝ですみたいな行きましょう。あまりなるほど。やっぱりまあこういう約束っていうのがあったらあいつはやるよ、衝突を。衝突を衝突を、そっちいやでも見て、あゆみちゃんがほら見てるもん、ああやってほら、あのあゆみちゃんほら、あゆみちゃんほら、ね、マスクマンですね。ね、なんか朝倉みなみみたいなね、なんかね、わかるか、いいか、さあ、いきます。それでは、2015 LTH レボリューションパーティー L2H 飽きないスポーツランド玉田、お願いします。 AG2 決勝戦のスタートでーす。さあ来い、やれるだけ来い、全部見せろ。さあ、まず入ってきてます、ゼッケン22番の梅田康信、梅ちゃん。さあ、梅ちゃん1本目どうするか。さあ、梅ちゃん、梅ちゃん、
足はゼッケン24番、こちらもプロポーズ高田恭介。さあハイテンション九州からやってまいりました。さあ恭介、もうめきめきとこの NXH でね、力をつけて、ゼロでも力をつけて、ここまでコンスタンスに残ってくるようなね、選手になりました。さあ、ゼッケン28番、藤本秀吉、頑張る。厳しい、まあまあそう分かりやすい。さあ、ゼッケン29番、ヌイビエトシキ。さあ、来い、トシキ。さあ、来さあ、続きましては、ゼッケン33番、河内聡、年齢33歳、ハール33、ロメさん、名前、ミサ。はい、そこまで。さあ、来い、豚に転じる。いや、あんたはね、実家からは帰ってこないですよ、ミサ。いや嫁さん子供が帰ってくるようなパキッとした走りを見せますよ。さあ、ゆうちゃんの2本目がどう来る。いいよ、ガッツあるよ。ナイスガッツありましたね、ゆうちゃん。続きましてはゼッケン24番、プロポーズがかかった。プロポーズ恭介。さあ、チームハイテンション、サーボイ恭介、男見せろ。はい、来い。まだちょっとアドバンテージ感はありますよね、なんかね。まだ分からないですよ、まだ分からない。さあ、ゼッケン28番、藤本秀吉。さあ、来い。さあ、続きましては、ゼッケン29番、ヌイベトシキ。この A 字2はね、つわものが超えておりました。さあ、はい、トシキ。若干疲労感が見えましたね、今ね。さあ、三熟師の河内聡。決勝戦にふさわしい戦いになりましたね、これは。はい、ちょっと審議に入りますんで、エンジン止めて車から降ろしておいてください、中の人。いやあ、お疲れ様です。どうですか、今日は。白熱してますね、なんかね。プロポーズ大作戦みたいになってるんですよね、なんかね。でてて、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 あー、かずやは夢の中。知ってるこれ。知らん。あのダウンタウンでやってたやつやねんけどな。さあ、審議中です。いや、これはね、なかなか難しいですよ、本当の本当の本当に。武田ギャラリー目線スコアではもう皆さん
それなりにね、それなりに残っておりますね。いや、いつになく審議が。いやでもね、エージ2ね、もう1回戦から2回戦から激しかったね、みなみちゃん。エージ2激しかったよね。激しかったですね。激しかったよね、やっぱりね。はい、さあどうでしょうか。決まりましたか。さあそれでは、それは、ルイージに発表いただきましょう。あ、いいよ、こちら、はい、優勝者の、さあそれではエージ2の、集計がまとまりました。さあそれでは、ルセイチ飽きない、こちらの玉田のエージ2流行る優勝者は、ラブリーミサ、いやじゃなくて、川内聡さん。あのね、ルイージ、もうちょっと元気よく言ってくれたらね、今のね、みんなに伝わったんやけどね。パンチがない男じゃ。いやー、でもラブリー、これでやっぱりね、家族帰ってくるんですね、やっぱり。そうですね。家族が家に帰った家族が。今すぐね、はい、家族に連絡してほしいですよね。そうですね。帰ってきてくれということでね。さあ、というわけで、ゼッケン33番の、はい、川内聡さんが1番ということで問題ないですかね。はい。大丈夫ですね。はい、了解です。はい、いやー、これもでもなかなか難しかったですよね。もうどっちかというとこっちの方が接戦だったかな。そうですね。まあ、ね、まああと2位、3位、4位、5位っていうのはまあちょっと後で発表ということになりますけども、なんだろう、もう一回やってもいいか。そうですね。確かにね。いやー、でも京介な、京介頑張ったよな。でもあゆみちゃん頑張ったよね、京介な。抱きしめてあげて、俺の前で。俺の前で抱きしめてるんじゃ、なんか俺ちょっとグッてきそうやからな。やっぱりね。あ、ちょっとおります。さあというわけで AG3 に参りますね。さあ AG3 が入ってきます。おはようございます。みんな聞いてる？大丈夫？大丈夫ですか？皆さん優位に立ってます？あれ、はい、第4位、梅田康信さん、ありがとうございます。2回戦の走りがですよね。あれで行き過ぎてなければすごい良かった、流され感があった。はい、第3位、高田恭介さん、ありがとうございます。だいぶいい感じ。はい、いいですか。はい、第2位、藤本秀吉さん、おめでとうございます。なるほどね。守りに入ったり、攻めきれなかったりで、優勝は川内聡さん、おめでとうございます。嫁が無事帰ってくるといいね。嫁帰ってくるまでの、ああその間のつなぎで、はい、おめでとうございます。商品見してから、うん、最初中に梅ちゃんもうちょっと寄って、別にあの、あ、それそれ、そいつそいつ、梅ちゃんもうちょっと中寄って、うん、やっぱり今 AG1 と違って中寄って、そうそう、うん、いくよ、そうそう、こっち見て、はい、チーズ、まあ見とこうかな、この冷たい感じ。もう一枚いくよ、はい、チーズ、2人ぐらい作業着みたいなね、うん、右左でね。でもちょっとあそこ、あ、ついでよ。服装からまずね。うん。あ、商品のけ取った方がいいよ。誰かに預けるかしてから。さあ。違う？はい、というわけでね、お友達の方、まずは、商品の方、取りに行っていただけますか。せっかくいただいた、ね、商品ですので、
まさか水濡れるわけにはねいきませんのでね。はいはい携帯タバコね、そうですよね、連絡つかないとかあるんでね。もう いいんじゃないですか。しかも平日からちょっと、じゃあ、彼はあれですよね、お嫁さんが実家に帰って帰ってこない方なんで、嫁帰れということで、ね、よろしいですか、よろしいですかね。はい、じゃあ皆さんお手を拝借です。せーの、嫁帰れ、はい、嫁帰れ、はい、嫁帰れ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 、はい、よいぞねえ、いやいやいや、じゃあ最後の村上さんいきましょうか。まあ、エイジズの方おめでとうございます。はい、これあのエイジズのサーチパン、おめえ嫁帰れに否定してないのがちょっと気になるんですけど、まあまあそれは置いといて、もう家に着いたんですよ。あ、もう着いた、着いた、あーやっと帰ってきた